コーチ、まだ泳げます。頑張れ。体張りすぎ。コーチさんはライアンけ。顔色悪いからやめとけ。出てけ。増えた。これはいい。面白い。そりゃそうなる。ハロウィンのガチ勢。怖えよ。怖。子供なく。インスタ映えしますわ。指揮者が小さい。見えん。どこ？これ好き。じわじわ来た。スカシウムが出た。わろた。雲が。スカシウム。部屋。辰年元旦。かっけえ。すごい。ミラクルー。かっこいい。審判が小さい。わろた。小人かよ。踏まれる。かわいい。撮り鉄ざまー。ひでえ。ざまー。なんだこれ。写真台なし。手の甲アレルギー。顔が。100点。てでか。ビビりすぎやろ。男子100メートル富士夕方。ふ。おもしれー。増えた。富士夕方。あえて加工。保存用。保存用。かわいい。肉球すげー。保存した。ちょ、近くね。顔。言ってる。面白い。目がやばい。乳首。受ける。くだらねえ。シンプルで笑った。乳首イムですな。高い高いしてもらおうか。うめえ。こわ。わろた。面白い。いつも先走りがちなレッド。わろた。やべえ。画像が。画像の威力。わあ、こりゃ大変だ。わあ。だねえ。かる。他人ごと。フルカウントか。うまい。やばいな。まだノーアウト。真面目にやれ。費用を追加。費用って。わろた。踏ん張ってる。くせえんだよ。ウルトラマン多分。うまい。受けた。違和感ない。じわじわ面白い。パンパカパン。黙れ。じわる。増えてしまった。やかましすぎる。する気はまだある。すげえ。諦めろ。つわものだな。つるきって。グラタンご注文の方。た。圧がすごい。すげえ。増えた。詳しいです。増えた。やかましい。さすが。攻撃力が半端ない。イタリアのゆるキャラ。あかん。雑。ゆるくない。ほとんど人じゃねえか。ダーツの旅。すげえな。無駄に壮大。スケールがでかい。ダーツでけえ。懲りない撮り鉄。正論。ひどい。疲れろ。もう人間じゃなくて草。やめたまえ君たち。紳士か。増えた。真面目か。爆笑しかない。国境が適当。これだけかよ。こと。天才だな。ここでいっか。サビで歌わなーい。なんか草。歌えよ。癖が強い。坊主が謎。被弾した炊き出した飲む。増えた。カオス。わろた。画像がずるい。新しい、パパが来た。やめえ。何人目？うわぁ。希望のパパ。デーモン小暮の誕生日。カッカ。足りねえだろ。カッカおめ。うっまい。ゆるキャラオーディション落選を。最高。燃えた。受かるか。そらしゃあない。初デートが終わったので帰る。あ？頑張れ。どうした？振られとるやん。ディスプレイ買うの忘れたー。アホすぎ。意味わからん。あいたたた。あるある。西武鉄道。うま。笑ってしもうた。これはやべえ。もうそれにしか見えん。データ消し終わった。お疲れ。繋がった。やりきった顔。なんか感動。手のひらに輝いたの。そっちか。増えた。血が手落ち。なすりつけるな。怪人の汁つけただろ。小学生か。汁？表情が好き。エキス。手の甲からビーム。そっち。勢い。いいの出てますわ。まさかやわ。全国屈指の帰宅部員たち。帰宅部。すげえ。強豪。つぼった。コンタクトにしたんすよ。ふっふ。あるある。画像が卑怯。こういう人いるわ。思ってたんと違う。怖い。子供泣くわ。夢壊れた。ホラーマンかっこいい。で、誰が押す？どうぞどうぞ。上島雄平ちゃん。そう見える。譲り合い。焼きマシュマロが楽しい。わろた。美味しそう。ギャップが。顔が真剣やな。明日提出のレポート。うわぁ。今の俺やん。
あるあるですわ。まだ間に合う。水泳時夕方絶対王者。最強。水泳とは誰も勝てない。限度があるから。食べる？鬼で草。な、何プレイ？君をいただこうか。サイコパスお姉さん。お坊ちゃまになんてことを。じいや。センス最高。面白い。これは言ってる。縦がめっちゃ小さい。うまい。そうきた。これはおもろい。わかった途端増えた。自民党 VS 民主党？働け。全員クビだ。寝すぎだろ。うまい。ラスト5秒で出番が来た。悲しい。短い。クソはロタ。何もできない。ビーズ？もう過去の話ですから。増えた。失血した。ウルトラソン。置いたんだ。テナント募集中。待て。これは、香川に何があった？香川県民おこ。幅高さ幅高さ幅。謎すぎる。わろた。面白い。爆破の意味。多分記事は刀抜けないだろう。顔。細かい。抜いてやれよ。確かに。レンガの家でも、ダメでした。怖い。ダメだったか。刺激。食われた。工事中？知るか。わろた。おもろ。工事中。昔これ持ってた。ほう。ここも割れとるな。キモすぎ。エロジジイ。やめろ。最低かよ。あれがタケノコの里だ。キノコ群。すごい。わろた。どうしようってんだ。確かに100円追加したはず。おもろ。わろた。何やってんだよ。悪趣味。オセロで4つ角を取った。増えた。この顔は草。ドヤ顔やんけ。ガチ架空とか言ってそう。ずっと反復横飛びでついてくる。うぜぇ。反復って。すげぇ。最高です。出番待ちの残機たち。ダメだな。子供？何回もできる。全然減らない。唐揚げかと思った。ガチで。私も。思った。唐揚げに見える。うまそうまで思ったわ。春日です。違います。リズム。わろた。ツッコミ。親父です。ものすごい懐いてくる。天才。じわじわくる。最高。懐き方半端ない。EV を適当に育てた。っしょ。かわいくない。ブレてるやん。原型がねえ。今来たとこ。マッチ派。ヘビースモーカー。いい人だな。ていうかしてんな。俺はなんでブルマ履いとるんや。確かに。胸はロタ。右つまむな。ほんとだ。しょうもない遅刻の言い訳。終わった。クビだな。収集つかない。いやこれはひどい。え？この人たちじゃない？わろた。ですね。まずいだろ。これは行きましたな。3匹ともレンガの家だった。壊せねえ。これきつね。やることない。負けたな。サバ読み。面白いこと考えるな。画像で笑うわこんなん。画像がずるい。うまいな。多分今日だよね。わろた。把握してないんか。ちゃんと確認しろ。勘で祝うとか。アンコールを丁寧に断る。やれや。断るな。なんでなの。いやいや疲れたんで。食べ鉄。新しい。久々はロス。こいつしかできない。新しい鉄道のめで方。起こして悪い。砂変えてくれ。言ってる。おっさん。トラウマになるわ。人間かよ。フロリダ州のゆるキャラが適当。フロッピー。めちゃわろた。適当すぎ。好きだわ。適当にボタン連打したらすごい技が出た。あるある。あるわ。わかる。出るよね。ピーッと笛が鳴ったらキックオフです。勢い。都合。知ってるよ。なんやねん。空振りするたびに笑い転げる。虚しい。うざい？バッターの顔が。これは殴られる。た、食べ放題の札隠せ。真ん中。強そう。ダベンジャーズ。真ん中やばい。めっちゃ楽しい溶接めっちゃ楽しい。顔が。アホか。天才か。メガネはロタ。過去の栄光を語る、年老いたルフィ。わかる。面白。なんかいいね。後ろ姿なのがいい。辞書引きすぎて規制がかかった。怖い。あったわ。なんてこった。これお題がずるい。プロジェクターの前に立つんじゃない。あるある。
怖い。こうなるな。耳なし方位置やん。タイトル、うちのお母さん。怖すぎる。気絶するわ。ポップですな。はは、ほう。YMCA のポーズが適当。最高。違う。じわじわくる。適当にも程がある。ちょうど眠れそうな時に出てきて笑かしてくる。よい。おもろ。おもろい。アルパカ。こう？こう？甘いな。腫瘍が足りん。後ろの人、何あれ？求愛ダンス。大変申し訳ございません。おう？舐めてる。クレーム増えそう。スタイリッシュ謝罪。テニスで勝った後のサインが長い。長い。わろた。ノートにかけ。でかいカメラだな。鳴き声はする近くにいるはずだ。目の前に。うまい。東大元暮らし。そらするわ。では機械のキスを。おめでとう。見たくねえ。どこでやっとんねん。登場人物全員男。近い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 。じい。ごもっとも。増えた。絶対言ってるだろこれ。攻撃力アップ防御力アップ。増えた。アホすぎ。防御力。画像の破壊力。倒した怪人をついたらピクって動いた。ビビリ。増えた。かわいい。それより武器だろ。ツルとか助けてねえし。わろた。ツンデレ。ツンデレか。ツルの間違い恩返し。これでも無遅刻無欠席。真面目やん。笑える。いい子なんです。見た目で判断しちゃいかん。本当に急いでるときは飛べることを忘れがち。おもろい。よくあること。走ってるねえ。忘れがち。正解は、立てるでした。表情が、ムカつく。独特の空気感。問題はなんじゃい。うるせえなぁ出ねえ時もあるんだよ。ダメじゃん。そうきたか。仕方ないね。逆ギレすんなよ。楽譜見たら一つも出番なかった。サプライズ。悲しい。なんでおるんや。気まずいやつ。犬の交尾を邪魔する。笑顔声。水を差すなって。昭和だな。観察しなくてどうする。プリッキュアプリッキュア着信音。恥ずかしい。大学生活終わった。冷ややかな目。周りの目が痛い。やめるからやめるからセーブだけさせて。あるね。やばい。締め技。昔よくあったなぁ。会場を間違え中継で戦う二人。アホだ。意味ねえよ。これはツボ。パントマイム。ドーピングがついに陣地を超えた。すごい。え、あそこに？それはそれで。バイアグラはロタ。日焼け止め適当に塗った。嘘つけ。意図的だろ。結構的確だろ。ちゃんと塗れや。寝相の悪さグランプリ決勝。増えたわ。右の圧勝。そわろた。どうしてそうなった？ミスタードーナツガーナ支店、営業停止。爆笑。ドヤ顔。わろた。胸焼けしそう。庭サボるとこうなる。溜まってる。きついな。順番に相手するから。夏休みの宿題か。フードコートでカレーを取りに行く。ブルブル。嬉しそうで。かわいい。お残しは許しまへんで。パパー、どうしたの？イワーク化して。増えた。イワーク。似てるかも。完全にたけし。爪楊枝で食べる30円くらいのあれ。わかるわ。あれね。懐かしい。あれの名前わからん。走るために今日はもう寝るよ。グッナイ。グッナイ。いいね。しかも買うよ。最強。ついてくるなよ、うちじゃ買えないって。なんで？驚愕の顔。猫アレルギーなんだよ。わろた。炭酸4本だな。夢もクソもない。電池式なの？真ん中の人の表情。おもちゃかよ。次々と父のセーブデータを消していく。わろた。楽しそうだな。この顔。なんてことを。ストーブが小さい。ケチるなよ。飛んだうちはもめやな。ストーブに集まりすぎ。まあまあ大きそうやな。検便ってどこに提出すればいいです？検便。だいぶ出たね。わろす。残念なイケメン。これ頑張ってもダメなやつだ。後ろ後ろ。すがすがしい笑顔。逃げるんだよ。勝てないやつな。オープンカーできた。ボサボサ。しかし漂う気品。エンジン爆発したんかと。夜見ちゃダメなやつ。ワカサギ釣り用の穴を掘る作業員。寒そう。
くるくる。ご苦労様です。普通に開けろよ。困った時に出てくる何もしない妖精。帰れ。吹いてしまった。わろた。それっぽそう。もっともっと竹もっとパーン。何これ、こんなん笑う。壮絶な最後。撃ってちょうだい。ダジャレになってる。天命。アジサイテー。自落。ひどい。アジサイテー。ひでー。撮り鉄の邪魔をするのが定年後の生きがい。いいぞ。もっとやれ。いい笑顔。見事なアングルだ。マジだってこんな高さからオリーブオイルをさ。あいつか。わろた。だよな。おいオリーブ。この後。片付けが大変。でしょうな。確かに。お腹痛い。ごもっとも。ラウンド1来たけど意外とやることない。爆笑。禁止ばっか。ただのゲーセン。カラオケ行くか。初めて城から出た時の装備。竹槍。舐めすぎ。左奥が。大丈夫だ、問題ない。月に一回、ルンバの功績を称える。おもろい。わっしょい。ルンバを喜び。いい子いい子。頼む、間に合ってくれ。平和だ。本気かよ。お腹痛いわ。走った方が早いわ。出かけるたびに。フルスロットル。おもろう。増えた。飛ばすねー。おばあちゃん笑顔。仮面しか持ってないけど多分大丈夫だー。よくない。わろた。ダメだー。多分大丈夫だー。今の言葉訂正してもらえますか。怖えー。絶対訂正する。圧力だねー。すまなかった。王子が無症状感染だった。おもろ。小人もやばい。王子マスクしろ。問題意識のない王子。目的地に設定された。ピンが。公園かな？わろた。二つ目の眉毛、左方向です。見てないけど多分ボヘミアン・ラプソディ。似てはいる。じわる。大体合ってる。そう、多分それ。試しにカメハメハしたら出た。出せそう。大発見。できそうではあるな。カメハメハじゃねえから。スカスカやねん、安全装置スッカスカやねん。顔。わろた。絶望感よ。そんな顔するわな。ついに竹本ピアノがリニューアル。増えたわ。海外進出か。誰やねん。何を買い取るつもりだ。年金支給日。その足でパチ屋へ。打って増やそう。玉がわしを呼んどるぜ。打てば打つほどヘッヘッヘ。出番がないまま曲が終わった。クソワロタ。目力すげえな。千葉知ってる。なんで参加したんだ。他校の帰宅部を視察しに来た。帰れ。帰宅しろ。多分もう帰ってる。にじみ出る強者感。こんなにたくさんのあんこ食べきれないよ。多すぎ。なんで食べる。それはあんこやない。食べなくていいよ。装着。守備力が1上がった。顔シュール。わろた。ドヤ顔がムカつく。たまりにたまったププッピブが爆発したマリリン。これは毛深い。何このセンス。ププッピブ。スペシウムが余ったので庭の植木に撒いとく。笑った。便利。余ったぜ。植木消える。弟子は取らんと何度言ったらわかるんだ。かっけえ。そこをなんとか。ベテランっぽいな。かっこよすぎ。2週間ぶりに大量に出た。これは草。テオポンスな。2週間ぶり。体とほぼ同じ大きさ。シルバニアファミリーに仲間ができたよ。ごっつ。いかつすぎる。濃すぎるわ。裏社会のファミリーだよ。次々と相手選手の停止ボタンを押していく。顔。楽しそう。時間止める。頸動脈。教師たちのテキストを見るとストレスが半端ない。怖いわ。先生。見せられない。何しとんねん。3回しか出番がないのにもう2回外してる。致命的。やばいじゃん。あかんやん。ラストチャンス。おいこらそこのタバコおっさんをポイ捨てするな。逆やろ。そっちかよ。まさかの。いい感じで皮肉。君がそばで。僕はうどん。こんなので。カレーうどんで。じゃあラーメンで。わしはきしめん。それさ多分ドラレコじゃなくてドラ猫じゃないかな。面白い。うまい。間違いない。だいぶ猫だ。
友達ん家のカーテンの柄近くで見たらキモい。センスが。欲しい。なんだこのカーテン。しんど。どう見直しても庭にクセモノが二人いる。クセモノ。おもろすぎる。冷静すぎるな。固まってる。明日デビュー予定の公演の下見。デビューしてね。念入りですな。気合入ってんな。見極めてるな。解いた瞬間丸付けしてくる。そうやって見たら顔がうぜえ。ワンコそばかよ。せっかち。圧がすごい。訂正は以上です。試験始め。多すぎでしょ。延期しろ。作り直せ。受ける気失せるわ。どうしよう俺、出そうなんか見れないのに。いいね。そっちかよ。出そうって。なんでその状況に。さあ、お前も鬼につけ桃太郎。うまい。これは言ってる。まさかの裏切り。お前も鬼にならないか。卒業証書。PDF 形式。今風。JPG でいいよ。扱いづらい。いやー便利ですなー。第7話。タコの巣のもの。いらんわ。美味しいよね。どんな話や。第7話って。ヘが出そうになるとカウントダウンしてくる。顔。やめてあげて。プーみたいな。試合に集中しろよ。手のひらのメモが消えて次何するかわからない。この顔。わろた。それっぽいわ。油性で書こう。タンスから出てきたら怖いもの。タンス。ビビる。怖え。無限ループ。的用紙か。え、拙者の刻高低すぎ。刻高。顔に増えた。こんなん笑うわ。笑っちゃうくらい低いのか。魚を。食べたいのでください。知るか。切実。つやこしょ。海なし県の叫び。畜生カエルの奴らどこに逃げやがった。後ろを。カエル勝利。童話の世界だな。しっこい出すなよ。熊田さんちの。夜逃げ。せちがらい。バレそう。思いとどまれー。しかも9回目か。八つ墓村。明るいな。絶対違う。これは斬新な切り込み方。この後乗客32人殺し。立とうとするたび、拡散が陰謀をちらつかせる。鬼か。爆笑。受けた。もう許してやれよ。まるちゃん、私だよ。たまえだよ。増えた。うわぎうわぎ。あんた丸出しだよ。野生のたまちゃん。正々堂々知るか。勝てば正義。ヒーローとは。勝者こそ正義。ショッカーの方が体格いい。ツル、だから開けるなと言ったじゃろ。がっかり。髪がツルって。職人の手。頭のことだったのか。飛び降りようとしてる人がいたので近くのデブをクッションに使う。うわ。ひでえ。きちく。おめえら鬼か。自転車に乗っている時に自転車を盗まれた。つぼった。クソ。なんかわろた。取る方がすごいわ。ペットと違って働かねえと食っていけねえんだよ。キリ。偉いぞ。せちがらいな。言ってる感がない。グリー世界中の子供に課金させた兄弟。うまいな。最低か。極悪すぎる。悪そうな顔や。きっちり泥棒にとどめを刺すタイプのホームアローン。怖いわ。顔怖いよ。バーナーって。続編でないね。我が名はたけし。体にいいものを食べてるよ。コナーくん。つぼった。我が名はたけし。いやコナーでしょ。会社遅刻だと思ったらすぐに非常停止ボタン。なるほど。いいね。周り巻き込むな。今度使おう。うんこ出そうなの。ちょっと待って。もう平気。涙。クソワロタ。出たな。3の表情。たまにピッチャーがマシュマロを投げてくるので、それは食べる。それは。わろた。起用。届かなくね。指切り幻満、嘘ついたら、第三次大戦だ。本当か？でけえよ。怖い。面白え。隣人が部屋を広げてくるので抵抗。壁弱。頑張れ。大変だな。生活をかけた戦い。測るときにバレない程度で身長を高める。もろバレる。いやいや。これならいける。この手があったのね。弟子は取らないと言ったはずです。帰りなさい。おもろ。クソワロタ。シュールだな。どんな師匠さん？一時停止だ。
減点。言ってる。ベテランの風格。減点じゃすまんだろ。こんな顔の教官おったわ。バナナって言うと、バッナーナって訂正しに来る妖精。腹立つ。言いそう。会いたい。なんだこいつ。押さえてないとマイクの下から単一電池が3個出てくる。3個。あるある。笑える。ガム手で貼れ。8月22日。ついに実行した。ついに。早いな。マジか。やっちゃったか。あったけえな、やっぱり燃えてるビルが一番温まるわ。消せよ。ひでえ。鬼畜。地球の平和守れよ。この道具で、戦うのは10年ぶりね。怖え。何者？絶対強いわ。これは強い。妹の自転車の止め方が小さい頃から間違っている。すげえ。バカ。笑った。教えてやれよ。彼女が初デートから本気出してきた。おもろい。哀愁漂ってる。本気どころじゃねえ。この手があったか。そこの君、ちょっとこっちに来たまえ選手権。なぜ水着？選手権。こうしても。それにしか見えない。あらゆるものが、お釈迦になる、ぶった切り。うま。キレキレ。なんだこれ。すべてが好き。ささくってる場合じゃねえ。ついに糸が開いた。面白い。必死だな。かわいくねえ。かっこいい。ATM って何の役？あーて数量もったいない。うまい。わかるわ。それな。確かに。出てきそうで出てこない日はする前からウォシュレットを当てる。よくやる。じわじわ来た？ねえよ。規模がでかいな。人類最終兵器。タコさんウィンナー。増えた。爆笑。くそ笑った。最終兵器。顔洗って出直してこいっつってんだよ。普通に顔洗ってんじゃねえよ。てへ？てへペロ。言ってそう。言ってる。寝る前にちょっとだけと始めた DS がやめられない。もう朝じゃん。あるある。くそ笑った。あるあるすぎて困る。弟が目覚めてしまった。なんて。お仕置きしなきゃね。俺は息子が目覚めた。無理やり助走させたお姉が悪い。匠にありがとうございますって伝えてください。匠。開放的。やばすぎる。なんということでしょう。畜生、あの猫目どこに行きやがった？そこ。擬態する猫。違和感なくて草。一瞬わかんなかった。歩きタバコに油をかける遊びを子供たちに教える。つえ？最高。最高の遊びや。これぞバーニング。ついに群馬大橋が開通した。さすが群馬。右側崩壊してる。すげえ進歩してる。なかなかの完成度。無人偵察機がちゃんと偵察できるか偵察に行く。意味ねえ。結局はこれ。偵察ばっかり。無意味。勇者の名前適当につけたらイベントシーンが台無しに。わろた。あるある。やってもうたな。経験あるわー。この程度の攻撃で私を倒せると思ったのでしょうか。うまい。わろた。なぜ攻撃した？ターミネーちゃん。一名で宿泊予定のお客様の手荷物があからさまにおかしい。わろた。かわいい。二名分。バレバレ。だからあれほど中でへをこくなと。それはきつい。それは大変だ。めっちゃ増えた。先輩の言うことは聞くもんやで。受験に合格した英才戦の追加徴収に行く。クソワロ。いいね。いやらしい。なりふり構わない奴ら。なんとか裏面のテストを終わらせたが側面にもあった。ねえよ。側面。これはおもろい。側面って一体。バリウム飲んだ後に良いのが出たので皆に見せびらかしに行く。こんな。それはあかん。持つな持つな。嬉しそう。お互い喧嘩したことないから。胸ぐらの掴み方が遠慮がち。これは。わろた。そこっそ。余った方の手の位置。本当にこのチケットこの席で合ってますか？増えた。かわいそう。多分合ってるよ。ビップシートには間違いない。みんなこいつ中学までおねしょしてたらし、わろた。あるある。これよくやるわ。めっちゃ面白い。使えない部下に親の顔が見たいって言った結果。やってもうた。ごめんな。狂気を感じるわ。母さんです。
戦うのがめんどくさくなったから敵の猫耳放火。けど、ひどい。どっちが悪だよ。思考回路やべえ。金眼の彼氏がシマウマと楽しそうにデートしてる。視力。わろた。よう成立したな。そりゃこんな顔なるわ。先生に怒られてる時に後ろの3人が笑わせてくる。わろた。このクラス好き。みんなじわる。フランケン。彼女と初めてのデート、どのベルトにしようか悩む。やめとけ。どれもあかん。振られる。どれも大概やん。取り鉄、寄り鉄、切り鉄、邪魔鉄、引かれ、願望鉄。増えた。邪魔鉄。掃除て邪魔。みんな気をつけなはれや。よく考えたら、変な言葉。親切。確かに。最高。親切り。この親不孝者。二人ともルールがわからない。なんで始めたん？わからないままやってたの？でも動かせてるぜん。王様を取った人が勝ち。お、なんだいじろじろ見やがって。通報すっぞ。こっちのセリフ。クソワロ。あなたです。これは卑怯だろ。いくらでも食べ物あるくせに遊びでワカサギ釣るのやめてもらえる？確かに。ごめんね。怒ってる。なんかごめん。適当にろくろ回してたらすごいのできた。親父の目。怖いって。不覚にも増えた。左の人の目つきやばいな。ホリケン、竹豊、サバンナヤギ、レディーガガ。竹豊。うますぎる。じわじわくる。超面白い。おいっ子がディスプレイに貼り付けたシールが邪魔で標的が見えない。取れよ。面白い。罪深いな。あと残るやつ。おや？高見盛りの様子が。キングボンビー。進化したらどうなるんだ。進化後が気になる。キング高見盛り。泣くな。よし、おじさんが鶴を打ってあげよう。いいやつ。じわる？あんま喜ばれないやつ。いらないグス。この三人の共通点は？手が小さい。ほんまや。ウケる。確かに小さい。それ以外思い当たらん。自分と一緒に乗ると、常に非常ボタンに手を置いている。くそ。ちょっと嫌だ。泣いていいんだぞ。備えあれば。気づいたか？そうだ。私が本体だ。はい、知ってました。強キャラ。言ってる。キルバーン思い出した。教科書というものに乗ると聞いて緊張を隠せない面々。そわそわ。みんな近い。はしゃぎすぎ。表情硬いよ。仮病を使って休んだ日の昼くらいに来る罪悪感。それな。わかるわかる。懐かしい罪悪感。めっちゃ共感。え？片目で見ても映画のチケットは半額にならないだって？好き。天才かよ。当たり前じゃん。ならんよ。攻撃力、防御力を犠牲に素早さだけを上げたキャラ。わろた。くだらない。すぐやられる。やられに行ってる。行くぞ。茶化の威力の見せどころや。茶化。あかんやろ。さすが大阪。そんな簡単に撃つんじゃねえ。上腕二頭筋股関節尾底骨上腕二頭筋おっぱい。くだらねえ。おい最後。やかましいわ。ピンクなぜ。最近、疲れているのかタバコ屋のおばちゃんが犬に見える。いや犬だよ。芝かわいい。気のせい。だって犬だもの。客からパイプ椅子奪おうとしたら思わぬ抵抗にあった。客。客強すぎ。吹っ飛ばされとる。レフェリーも驚くわ。よく見つけたな。そうだ、俺が小さい秋だ。増えた。初見で笑った。小さい、秋。爆笑しちゃった。遊園地にある1回100円のに1万円入れたらこうなった。わろた。俺も乗りて。アトラクションかよ。絶叫系。ついに今月号の、猫の気持ちが高度な部分に入ってきた。無理だ。違いが。みんな一緒。目が丸い。は。無太郎視界に入った逃走者をとっとこ追いかける。ゆるい。とっとこ。つぼった。遅そう。ふーん。多分だけどお前が見たのスターウォーズじゃないぞ。わろた。絶対だ。全然違う作品。これは面白い。今日のデニムはこいつだけか。お前ら命拾いしたな。怖い。デニム狩り。好きです。呆然と立ち尽くす。
もう二度と戻れない。マンションの鍵忘れた。終わった。確かに。オートロックか。脳内の絶望感。犯人が、生存できないトゲ付き。トゲ？送料無料で。機関撃退にぜひ。容赦しなさすぎ。餅食べたおじいちゃんの食堂生中継。ニッチもサッチも。おじいちゃーん。スタイリッシュに詰まったな。掃除機ですーたれ。ゆるキャラ選手権1回戦敗退組のロッカールーム。ゆるくねえ。鏡見ろ。これダメなやつだろ。全然ゆるくない。よく聞こえなかったので適当に笑い返したら笑ったらあかん話だった。増えた。クソワロ？あるわ。めっちゃある。対局開始前に253手先まで読んだら詰んでた。これは、対策しろや。白目向いてる。手を変えろや。強力殺虫剤。ぶっ殺す。ストレートやな。強力。直球。個人的に安直すぎるのしこ。ヤクルト飲んだ後の腸内。活発ですな。ビフィズス菌の暴走。生きて腸にまで届くかん。こんなビフィズス菌見たことない。アカン先生のテキストのサイズ感がいかんいかん、ここで笑っては。これ好き。図鑑かよ。頑張れ。くっそでかいな。白い犬ならあっちに行きましたよ。アスキーアートにこんなのいなかったけ。そうかありがとう。お前はなんなん。ふふってなった。トマス・アキナスは神学大全を書いた時こう言いました。かけたぜ。軽い。いいね。シンプル。大阪のおっさんか。相手と審判が揉めてる間、バレない程度にドリブルで攻め込む。やったわ。おいおい。バレてない。何やってんねん。原発を盾にするとか卑怯だぞウルトラマン。逆だろ。正義とは。悪はどっちだよ。勝つために手段は選ばん。に。煮るなり焼くなり大事に家で買うなり好きにしやがれ。かわいい。言ってる顔。ごちそう。最後に願望。田中さん。A 型の血入れてるけど何型でしたかね。おう。おう。やばい。ダメじゃねえか。確認してから入れろや。アニメのタイトルを劣化させなさい。機能停止ガンダム。うまい。意味ねえ。立ち上がれない。でっかいプラモ。先生、私以外リモート授業なのはなぜですか？狙われとる。不要不急。密になるためか。濃厚接触するためか。手のひらから自分の分身を次々と召喚してくる。やばいわこれ。なんだそのスキル。前傾うまそう。チームが作れる。煽った車からヤバいのが出てきた。強い。格の違いが。これ逃げる絶対逃げる。カンガルー先輩に失礼があってはならない。やだやだ行きたくない、早く行きなさい、たくさんの患者さんが待ってるのよ。マザコン。お前かい。そっちかよ。医者かよ。やめろよ、戦う以外にももっとこうあるだろう。お前それ言いたいだけだろ。ウケる。くそ。ドヤ顔かん。ツッコミ。敵軍に忍び込んで一つだけカラシを大量に入れる。いたずらか。作戦ですね。有能なバカ。才能の無駄遣い。悪い、ミスった。いつもミスドによって遅刻してくるレッド。ミスった。爆笑。うぜえ。かなりツボ。あと一つで。ぷよが四つだわ。エコだね。連鎖狙おうぜ。全部消せるのか。ゴミ問題が一気に解決。さてと、これから嫁の洗濯物を台無しにしようかね。ババア。ふざけんな。中身は醤油。嫁、あんのババア。買ってほしいおもちゃがあるときはこれくらいの高さでお父さんのここをこうよ。急所。痛い。逆効果では？教えちゃいかん。俺が、手荷物検査で止められた理由はなんだ？全部だろ。これ好き。金属だしな。理由は明らかだ。畜生怪人のやつ、お前の顔を見て笑い転げてるぞ。勝負あり。最後の草。お前も相当。お前の角もだよ。ガンダムよく知らないけど、多分黒い3年生。トムヤン。大体合ってて草。なんか見えてきた。ほどよく雑なのが良い。火を消して、不安を消して。ついでにお前も消してやる。怖。この笑顔で。最後のとどめが。黒い笑み。
100メートル自由形でついに着水しない選手が現れる。爆笑した。自由すぎ。何がついにだよ。もはや泳いでない。免許更新は忘れなかったが指名手配されてることを忘れてた。表情。草。本当に悩んでる。で無事帰宅。高橋くん、もうすぐ。ご飯炊けるからね。やばい。炊飯器。声出して笑ったわ。米が好きそうな顔。カジノ三原則、お菓子。おお、カジヤ、シャメシャメ。おいこら。いるいる。うまい。ヤジウマの三原則やないかい。魚を焼いてたら背後から何かが近づいてくる。かわいい。面白いな。何かがあって。これより台所への潜入を試みる。こんな村嫌だ。テレビもねえ、ラジオもねえ。みんなおねえ。あらやだ。リズムが。もうやだ。釜ばっか王国。耳なし方一の怖いところ。タイトルでネタバレしてるとこ。好き。確かに。その通り。怖いなぁ怖いなぁ。助け呼んでくれ。忘れないぜお前たちのこと。表情が。助けてあげて。なんで上履き。後ろの奴ら笑顔。パトカーの横をノーヘルですり抜けるこのスリルがたまらない。わろた。勘弁してください。多分それバレない。お前捕まらんやろ。お尻を出した子一等賞。では前を出したら出頭しよう。うまい。リズムいい。即逮捕。インフムなよ。生まれて初めて目薬を刺す石川くんを全力で応援。目薬ずれてる。左下どうした？下手すぎて。どこに刺す気だよ。俺も男だ。煮るなり焼くなりモフモフするなり抱っこするなり好きにしろい。モフモフ。なでなでは？なんて平和な。言ってる。月曜から夜更かしみたいな言葉。寝る前からお漏らし。クソワロ。面白い。漏らしたらあかん。ただの失禁。薬物の森。表情がもうやばい。ガンギマリ。飛び出せっちゅうより、すでに飛んでるんだよな。博物館、マリファナの化石。すぐに救急車をお願いします。ガチの通報初めてです。興奮してます。焦ってる。興奮。知らんわ。早くしろー。命が危なそうなので、とりあえず生命線を爪で掘る。頑張れ。一理あるな。救急車やろ。真剣に掘っててわろた。ダメ、この店も料理提供まで3分以上かかるって。返信を解け。弁当買っとけ。致命的。すでに赤やし。その程度のドスエ力でここに来るとは身の程知らずドスエ。ドスエ力。笑いました。女の世界怖。なんだドスエ力って。面接会場があるビルに着いた時の心境。めっちゃわかる。わからん。出社する時もこの気分な。戦闘態勢につきます。動物大統領この後すぐオイラも出てるよ。喋れるんかい？ありそう。面白そう。何これみたい。これは面白いぞ。リードを外すとすぐ森に帰ろうとする。飼い犬かよ。こういうの好きやわ。返してやれ。このボケ、素朴でいいな。ちょ、待てっておい。どう読んでも681手先でディープキスする羽目になる。なぜ？どう読んだんだよ。なぜそうなるんだ。よりにもよってディープ。正面のテレビで流れてるニュースの凶悪指名手配犯がどう見てもこの人。ゾッとした。怖え。やば。何笑っとんねん。バルタン、チヨコレイト、ウルトラマン、待てこら、俺グー出してんだろうが。いいね。ほのぼの。わろた。仲良さそうやん。おばあちゃん家にお泊まりするとダダをこねた夜、ママに会いたいとぐずり始める。あるある。俺じゃん。懐かしいな。おばあちゃんタブー。はい、皆さんが静かになるまでに先生はここまでデジタル化しました。うまい。進化した。いいな。人間やめてるじゃねえか。スマホ見てないで勉強しなさい、うっせぇババア。テスト満点だよ。いるわ。できる子だ。いりなし。かっけぇ。食用、モデルだけでパーティーを組んだ。どうすんねん。よく思いつくなこんなネタ。沼地には行かない。装備高くて金欠になりそう。必ず帰ってくる。それは宇宙を超えた親子の約束。行ってらー。ら。軽い。行ってらー。ノリ軽いな。おめでとうございます。
八がご愁傷様です。天才。くっそわろた。まずも服に着替えようか。やっちゃいけない間違いだね。ちょっ攻めてたとう？フォークダンス嫌なのわかるけど、攻めてたとう。めっちゃ嫌。かわいそう。どんだけ嫌なん。なえるわ。今まで自分が破壊してきたビル管理者に謝罪の日々。小さくなってる。お疲れ様です。発想がすごい。どこか哀愁を感じる。遺族に見られる前に死んだご主人の PC のデータを消すという猫性最大のミッション中。わろた。猫。優秀。リリシー。今日もテレビ放送終わったなと思ってたら、面白そうなやつが出てきた。これは期待。これは見る。なんだなんだ。見たすぎる。ニートを食用みたいに言ってください。一級在宅し。うまい。座布団3枚。私も希望。本当にありそう。あんたが低反発マットレスかい？それはブルースリーパーな。わろた。ほっこりするわ。優しい世界。何かほのぼの。万引きをしたらこうなります。以後万引き犯が増えたのは言うまでもない。おい。ド M かよ。画像が卑怯。増えたのか。なんだよデートは初めてか？そんなに緊張すんなよ俺を見習え。お前もや。こぼれてる。落ち着いて。と緊張してる。あ、なんだっけもう少しで出そうなのに。なんだっけ俺の名前。そこからか。論外だろ。名前かよ。アホすぎて笑った。一家全滅。こたつの中はたまりにたまった致死量の屁だった。わろた。おもろ。見た瞬間増えた。どんな状況なんだよ。変身の仕方がわからないからとりあえずいろいろ試す。画像。髪型やべえな。画像が卑怯すぎる。何のための変身ベルトなの。サイは投げられた 95% の人のイメージ。ちょっとわかる。サイ違い。力持ちやないか。絶滅危惧種になんてことを。目が見えません。人類で初めて太陽を双眼鏡で見た冒険家。増えたわ。バカでしょ。これはワロタ。ただのバカじゃねえか。江戸時代のツイッター。かつぶしたったかかってこいよ綱吉。ありそう。処されるで。笑いが止まんねえ。バカッターや。ご主人が必死で後をついてくる。何か忘れ物でもしたんだろうか。お前や。ってお前だよ。サイドブレーキね。じいちゃん。僕は生まれながらの天才ではない？何か期待させてすまなんだ。謙虚。すまなんだ。うまい。かまへんかまへん。自分の指示した戦術を全く無視して大量得点し始めた。わろた。止まらない得点。立場台なし。思わずしゃくれた。校長が足にタコができたとかいう雑談をしているが、心の底からどうでもいい。顔。これ好き。こいつらの顔。どうでもいい。君バイクだよね。だから注いどるんやろ。バイクだろうが自転車だろうがダメですせ。空飛ぶだけなら危険ではないと。いや、今日は徒歩仮面です。熱いものがダメなのは猫舌冷たいものがダメなのは。四角過敏。そのまんま。真面目か。確かに。面白い。単語3つで相手を絶望させてください。来月転勤部官。ひどいな。このご時世に。鬼畜。ブラック企業。ホテルニューアワジ。関西人にしか通じないやつ。歌わずに喋れない単語ナンバーワン。マジで関東人には何が何やら。関西人ホイホイで草。その手には乗らないぜ。俺は見たんだおトイレの後、手も洗わずに出ていく貴様をな。おって。洗って。汚い。わろた。ゴリラさん。あ、浜田さん、出番です。アウト。結果発表。誰がゴリラじゃあ。言うてもうたがな。俺に夢はないでもな。お前と違ってすぐに彼女はできる。埋めるぞ。うっせえよ。怪人並みだめ。名言が台無し。彼女の手の甲の、消えろ、エメラルドパーカーのメモが気になって仕方ない。顔。超笑顔。そりゃ気になるで。エメラルドパーカー。名前は？住所は？で、警察のコスプレはいつからやってんだ？笑った。そっちかよ。結構でか。そっちでしたか。セブンイレブン。が車に追突。
今月4店舗目。そっちか。動くのか。動く店。迫ってこられても。地震雷火事親父、みたいな言葉。資金足りないマジ終わり。うまい。わろた。座布団1枚。それ終わってる。病名に一文字足してそんな病気を吹っ飛ばしてください。全速力。うまい。おーすごい。いいね。元気いっぱいだな。この後だよ、死んだはずの人間がドーンって出てくるの僕一回見たから知ってんだ。ネタバレ。クソワロタ。誰かつまみ出せ。言うなや。お、押さない、走らない、し。心拍停止、戻らない。突然。手遅れ。戻らない。帰ってこい。ヨガ講師が月謝を催促してくる。払ってあげなさいよ。プロやプロ中のプロや。いや、月謝は払うよ。催促される前にちゃんと払いなさい。由緒ある石碑らしいので毎日丁寧に磨いていたらこうなった。ごめんなさい。まんまる。こら。角が消滅した。する気か。先生、ちょっと時間ないんで急いでくれません。かしこまりました、ポチ。いや。いや。容赦ない。やば。爆速じゃねえか。ジョイマン育成学校。入学を後悔してそうな顔してる。次のジョイマンは君だ。まずはオリゴ糖への感謝を学ぶ。一年で半分くらいやめていくぞ。一人くらい踏んじゃっても、もっとたくさんの命救ってるもんな。うん。そうだね。うん。じゃねえよ。放送事故。言い聞かせんな。畜生、ジジイがボケて大雨に気づかねえ、しかも今日5回目の散歩だぞ。畜生。笑ったわ。畜生。ひどすぎる。頑張れー。紙なので電車に乗るときはおじいザスやおばあザスに座席を譲って自分は手すりにつかまる。紙なので。ザーザス。バーザス。ジーザス。バスガイドが休んだので運転試験ガイドをしているが、ガイドのときに運転がおろそかになる。あぶね。おろそか。逆逆。やめてー。まだ余力があった弁慶。まだ意識がはっきりしていた弁慶。多分弁慶。増えた。画像すげー。海じゃねえか。せやな。自習ライダー、ピンチコの近くにスタンドありますか？お楽しみに。いやいや後ろ。これはピンチ。中金取られてんぞ。持っていかれるぞ。初めておねしょをしなかった日の朝、なんとなく昨日と景色が違って見えた。わろた。まだ夢だ。大人になったな。毎日おねしょ？待ち合わせの子がツインテールが目印って言ってたけど、これじゃないことを祈る。怖いな。これ以外ない。間違っていない。これがいい。変身中に襲うってのはどうでしょう？と提案したら無言の圧力。マジ紳士。誠実や。暗黙のルール。やっぱダメなんだ。ヤジを飛ばしてくる観客を、遠近法を利用して一人一人丁寧に潰していく。プチプチ。これはヤバすぎ。普通に笑った。つぼった。曲名に二文字加えて残念な感じに。手のひらを太陽発電に。確かに。これ好き。自家発電。逆にすごい。4年前に退職した田中先生が打倒コロナのために再び教壇に立った。そこは教託。先生。生きてたのか。かっこいい。バスの定期を忘れたので居酒屋のクーポン券を高速で動かしながら運転手に見せる。バレるわ。はや。何やってんだよ。発想が。最近夜が雑くて。そう？私にはとっても丁寧だったわよ。修羅場。急展開。恐ろしい。喧嘩売ってる。テレビもねえ、ラジオもねえ。メロスもそれほど走ってねえ。走れよ。セリヌンテウスは激怒した。たまに走るんかい。それほどがツボ。いいニュース、彼女ができた。悪いニュース。一次元足りなかった。わろた。一次元か。前途天萌え。横線萌え。この文章を読んでいるということは、あなたは今バッターボックスに立とうとしているんでしょうね。続き。ボカン。だからなんだよ。くすっときた。伸びるカメレオン棒あるある。カメレオン棒という名前だと知らなかった。ええー。懐かしすぎ。俺知ってたぞ。ピロピロって呼んでた。うんち、服、
手につく、振り払おうと手をブンブン振る、壁に指が激突、いて。顔。笑た。おいちい。もはや天才。なぜ東大に入学したのか？近くにあったから。僕の夢の近くにね。どやー。畜生。かっけえ。惚れました。俺って生命線短くね？と思いながら手相を見てたら間違ってスペシウムが少し出た。爆笑。少し。おもろ。気をつけて。スフレ、大きな。うねりを上げ、深淵なる闇から大量のスフレが発生するよ。増えた。スケール。まがまがしい。やばい。社長に、大目玉を食らわせてやると呼び出されたのだが、あれじゃないだろうな。グロい。違うといいな。カラコンだと？物理できたか。何度言ったらわかる？いいか？今度のハッピーセットについてくるのは俺だ。いらね。増えた。わかんねえ。それは勘弁してくれ。この後、こいつが裏切り、戦うイベントが発生するので先に装備を外しておいた。あるある。爆笑。発想がすごい。すごいわかる。アルチュークッキングの時間ら40は鍋に焼酎ぶっこんレイニルそしたら熱燗の缶レイヒック。アルチュー。やばいね。せべれけ。ロレツが。テニス部に入ってくださいと勧誘を受け速攻で入部したが、この人はいなかった。詐欺。来たねえ。勧誘部のエース。その手があった。突然人となったテニスボールが、ラケットで打たれて怪我したところを細かく見せてくる。ごめんって。じわる。わろた。この発想大好き。すごく使えない能力を教えてください。テストの時にわからない問題が光る。わろた。笑った。眩しい。眩しくて見えない。会社にブレーキの調子が悪いから運転できないと言ったら、ほう、と言われた。ほう、圧力が。ベジータか。ほうじゃねえよ。いかいかない、の乗らない、大声を出す、すぐ逃げる、し。仕方なく乗る。乗んなや。ダメでしょ。台無し。なんでや。妻が彼氏と結婚の報告に来たので一旦自分のポジションを思い出す。これは終焉。思い出したか？複雑がすぎるだろ。高度なボケだな。午後4時37分頃、お母さんによる部屋掃除がありました。積んだな。うらあ。ベッドの下だけは。そりゃそんな顔になるわな。危険、寄りかからないでください、僕たち、時々。法的処置を取るよ。急に。マジか。時々。法的処置。普通の言葉によるのをつけて怪しくしてください。夜の我が輩は猫である。これはうまい。増えた。意味深でくさ。これは尊敬する。当店で使用している魚は、すべて死ぬまで生きていました。PS 釣るまで泳いでました。でしょうね。わろた。ウケる。新鮮。あんたは器が小さいのよと妻に言われたことが悔しいのでダンゴムシに八つ当たりする。小さすぎる。器小せえ。そういうとこだよ。よくわかったね。たくさん壊したね。楽しかった？そういう時なんて言うのごめんなさい。素直。ほのぼの。反省会。平和的に解決。ナンパの仕方。1、海に出る。2、船に乗る。3、ナンパする。ナンパ。うまい。そっちのナンパか。事故ですね。ソーセージとソーセージの違いは何？遺伝で煮るのがソーセージ、おでんで煮るのがソーセージ。うまい。山田くん1枚。ゴロもいい。大喜利。遠くの親戚より近くの他人みたいなのをお願いします。遠くのトイレより近くの花瓶。やめえ。お花が。こら。それはダメだ。そうか、わかった、ご苦労さん。課長程度なら私でも倒せそうです。解雇か？課長冷静。課長の流しっぷり。去ってくるな。男が泣いていい時、親の死、初恋に敗れた。セーブデータが消えた。それだ。許す。これはしょうがない。泣くよりも呆れる。オーバーツーリズム、意味。一本締めの時間違えて三本締めをすること。天才かよ。すごい解釈。これは笑った。
納得感。猫の手っつうのは本来忙しい時に貸すもんなんだがね。ふ、時代がこうさせちまったのかね。あらよっと。かっこいい。イケメンだな。あらよっと。かっけえ。学校も行かないで何してるの、うっせえババア。普段見落としがちな冊子の掃除してんだよ。優等生。偉いじゃん。じわじわ来る。学校行けよ。すまんが帰ってくれ。俺はもう二度と戦わない。そう娘に誓ったね。団子？やっす。おい。あかん。大好物なんだね。普通天井から落ちてくんのはたらいだろ？なんでペヤングソース焼きそば大盛りが落ちてくんだよ。すげえ。おもろい。正確に言うな。雑ないたずら。注意。あ、すみません、丁寧に言います。ご注意ください。いい人でくさ。書き直せよ。謝るほどでもない。何に注意するんだよ。本当なんだ、信じてくれ。マジでチンゲを売ってたん。いい石焼き陰謀、来た来たぜ。陰謀。バカだろ。空耳じゃねえか。めっちゃ笑った。夏休みの絵画の宿題で山田が提出した好きなこの縦笛を舐める自画像がルーブル美術館レベル。自画像。わろた。うますぎだろ。ルーブル。年上と交際した時あるある。喧嘩の度に、満州から引き上げる苦労に比べたら。年上。思ったより。年齢差。逃げ遅れた人を捕獲したのを忘れたまま戦ってた。今手のひらを開ける勇気がない。放送できん。捕獲すな。汗かいてるし。ぐちゃぐちゃ。目撃者が描いた犯人の顔。警察、これが決め手となりました。やったな。ようわかったな。カッパですか？これで捕まりたくない。力が欲しいか？それとも気が良いか？く、結構です。うまい。なぜか鶏が思い浮かんだ。そういうお題。ノルマ達成かな？何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて。所詮貴様はその程度の存在だ。そうです。辛辣。きちく。ひどい。父さん実は俺、死にたいぐらい悩んでることがあるんだけど、ワオ600リビツ。元気になった。悩みの原因おめえだよ。真面目に聞いてあげて。うぜえ。親戚がたくさん集まったので覚えたての、げんこつ山のたぬきさんをご機嫌で披露する長男。最高。ご機嫌で。真剣だな。拍手してる。6月27日日曜日、たけしくんとおままごとしました。不倫したので殺しました。顔。ひらがな。急展開めちゃおもろい。泥沼離婚。手術中に聞こえた衝撃的な一言。先生骨にサイン掘るのやめた方がいいっすよ。わろた。怖い。大工さんか。なんてことを。いきなり一応線で割られたので小数点を持って慌てて駆けつける3対の0。発想が素晴らしい。擬人化の天才。珍しいタイプのボケ。秀逸だな。猫、本当に逃走してもバレないんだな。犬、大丈夫だ。ダミーはセットしてある。バレるわ。奥にダミー。なめんな。全然似てへん。これ、つまらないものですが。じゃ、この鉄のシールドと交換ってことで。でか。発想力。鉄のシールド。手の力半端ねえな。しょうがないな、カツオは、すぐに道具に頼るんだから。仕方ない、父さんの頭を食べなさい。これは、ごっちゃ。夢のコラボ。ややこしすぎる。お母ちゃん、うんうん。帰るよ、歌舞伎町な、表たんと違かったわ。わろた。報われない。許してあげて。だから都会は怖いとこ言うたやろ。意識高い桃太郎にありがちなこと。鉄道会社に就職してキングボンビーを倒しに行く。そっちか。桃鉄か。懐かしい。すげえ。妻が私に暴力を振るいます。世界狙える左やないかい。怖え。軽い脳震盪。殴り方がプロでくさ。的確に脳を揺らしに来てる。オリンピック新競技のツレションについて教えてください。尿意丼で始まる。うまい。フライング多発。手遅れでは。団体戦が見物。一言だけで真っ青にさせてください。今日のテストの裏面は難しかったよね。
怖った。マジわかる。それなったわ。は？ってなるな。ナポレオンは、夜3時間しか眠らなかった。昼に5時間寝るらしい。凡人か。寝てるねー。何の情報だよ。あなたは何を言いたいのか。異常ありません。大丈夫です。なんでこんなに痛いの？答え。値札がついたまま。あるある。チクチク。気づけ。それでか。両親を一番に喜ばせたいんで、私が立てるのは黙っててもらえますか？あと喋れるのも。かわいい。喋れるのも。親孝行。交渉上手。偵察から帰った猿が、桃さん、あいつらそんなに悪い奴とは思えんのですわとか言い始めた。買収されたか。バナナ。寝返る。そりゃ寝返るわな。そんなとこ出るわけねえじゃんとバカにしてたテスト範囲が、そのまま出てきた時に教えてくれたボブの方を振り向いたら、服、面白、惚れた、どやー。水に濡れると溶ける傘のセールスマンになってください。勝手に傘持っていくバカに一泡吹かせられますよ。買った。天才。欲しくなった。リアルにいいね。ここは君みたいな太ってて、デコが広くて、メガネのジジイが来るとこではない帰りたまえ。お前もな。ブーメラン。これは面白い。担当直入すぎ。1分足らずで話が終わるなんて、あんたのような人を待ってたんだ。歓迎するぜ。ようこそ新校長新校長。すげえ。羨ましい。教わろ。それが大事。当店は、DH 制です。ご長打力のない方のご入店はお断りしています。ご長打力。厳しい。野球界。ふってなった。おっちょこちょいのトムがテニス部にいることに気づかず1時間が経過したので、そろそろ部長が連れ戻しに来た。テニス部。気づいて。憎めないトム。おっちょこちょい。たくさんいる客の中でライブ中なぜか自分だけずっとスクリーンに映されてるので緊張して全然楽しめない。顔、固まってる。移動しろよ。これは嫌だ。店に入って2時間、注文も聞かれないままに閉店を迎えたが、まかない飯にわずかな望みを託す。呼べよ。おもろ。粘り強い。電気消されとる。この件は高電圧の電流を流すことによってプラズマを発。燃えてるちょま。ファイヤーソード。妥協はロタ。技名よ。ゴリ押した。切り替え早いな。無駄遣いをなくす本に感銘を受けたので、もっとなくすために同じような本を追加で1200冊購入した。増えた。無駄増えた。意味ねえ。これはあかん。もう出番がないと思って冷蔵庫の奥で寝てたら、今日はお好み焼きよという声が聞こえてきた時の紅生姜。キモい。むく。なんか面白い。発想がやばい。ママ、ポケモン買ってくれた？ごめん、ポケモンと間違えて。過去モン買ってきちゃった、てへ。過去モン。くっそわろた。わざとだろ。確信犯。マルフォイ、お風呂入りなさい。フォイ、フォイ。フォイは一回でいいの、フォイ。畜生。マルフォイ名字。ドラコって呼んでやれよ。フォイは一回て。会話の中身が農作業の話から芋掘りの話になり、だんだんと掘るという言葉が強調され出してきた。逃げろ。わろた。逃げろお。餌を見る目で見てる。何？バルタンって呼び捨てにされると、バルタンって呼ばれたみたいで嬉しいって？かわいいなお前。バルタン。かわいいな。なごむ。てへへみたいなポーズすんな。強い竜巻だと毎秒100メートル近い風が吹くが、これは僕が心地よい春風を感じる程度です。つえ、春風。そっしろ。知らねえよ。天 P は秒速3センチで、天 Q は秒速4センチで動いています。さ、飯にするか。興味なし。そうするべ。問題なげんなや。放置プレイ。高齢者の暴力暴言杖を振り回しながら、杖はどこじゃ、という父親に怯えるよしこさん。よくある話。怖い。おじいちゃん。持ってる持ってる。住んでしまったことを後から悔やんでもどうしようもないこと。朝は立つけど肝心な時に立たず。どんまい。役立たず。お気の毒。そういう時あるよな。
綿密な取材と詳細な科学分析と極限の低予算で挑むケネディ暗殺の謎。それでいいのか。メルヘンすぎるやろ。チープな感じに。予算内に等しいだろ。だから分割手数料はジャパネットが負担するっつってんだろ。ジジイどもホルンリンクル、クビになったんだよクソ。ジジイ、クビになるぞ。面白い。またクビになるぞ。エトと星座の2階級制覇に飽き足らず、血液型への参入の気を虎視眈々と伺う。犬、羊も犬も。血液型は諦めろ。犬、馴染みすぎだろ。犯人逮捕のためこれだけの超能力者を集めたが全員匂いで追跡するタイプだった。13人中13人。めんどくせえ。犬に任せとけ。誰だ集めたやつ。金をつくたび、もっとついて私の中をかき鳴らすぐらい激しくついてと横で嫁がアテレコしてくるので芝居た。仲良し。いい嫁じゃんよ。受けた。そんな嫁欲しい。初めて家に来て、良いムードになり顔をあからめて恥ずかしがる彼女のデニムを優しくずり下ろしたこと今めっちゃ後悔してる。きめえ。汚い。これはあかん。何これ。どこに金かけとんねん。全米が突っ込んだハリウッド版桃太郎。どこがおかしい。きび団子がフル CG 見たい。そこかよ。なんでだよ。グルメ番組。腹痛の時あるあるお願いします。トイレにこもり髪に今までした悪いことを償い、もう二度としないことを誓う。わかる。ねえよ。あるある。懺悔するよな。学生が卒論にドラえもんの作り方を提出してきたので、ふざけるな真面目にやれと怒ったが、何これ、ちょっとマジやん。マジやん。設計図すごマジなん。先生、私、13歳くらいの女の子しか興味ないんです。なんかの病気でしょうか。風邪です。キモすぎ。先生、看護師の顔焦点合ってねえぞ。テレビに指名手配犯の顔が映り、あれ、これお前じゃね？って冗談を言ったが急に笑わなくなった。やばい。お疲れ。死亡フラグ。知ってしまったか。行かない、乗らない、大声で叫ぶ、すぐ逃げる。しかし回り込まれてしまった。どうあがいても絶望。どうすりゃいいの？ドラクエかよ。ピッピ人形使えよ。ポケットモンスターを一瞬で終わらせてください。そこにわしが完成させたポケモン図鑑があるじゃろ。終わった。自慢かよ。甘やかしてるな。破壊力絶大。死亡フラグならぬ生存フラグを立ててください。この高さの崖から落ちたのだ。いかにやつとて生きてはおるまい。あるある。なるほど。うまい。生きてるパターンだね。どうも昨日隣に越してきたマイクです。早速で悪いんですけど、引っ越すことになりました。早速すぎるだろ。嵐のような。何がしたいんだ。何があった。一人でできるもん。ドキドキキッチンは力士の一人で建てるもんに変更でごわす。ご了承ください。ごわす。わろた。ごわすはずるい。秀逸やと思う。お前が悪いんだぞ。あんな作戦立てるからずるいぞ。君もノリノリだったじゃないか。ブラーン、背中って。これは言ってるな。完全にやらかしたな。今日は楽しんでるカップルを恐怖のどん底に落としてきます。よかったと思う方はチャンネル登録高評価お願いします。素晴らしい。怖いって。ビビるわ。やったれ。焼きそばを頼んでも焼きサバを買ってくるので、あえて焼きサバを頼んでみたら焼きサバを買ってきた。そりゃこうなる。空気読むゆっこ。さすがゆっこやな。もうこれも公式ネタでいいよ。腹が痛くなったので鼻摘みに行ってくるって言ったら、マジ？俺も行くって空気の読めないマイケルがついてきた。増えた。確信犯か。俺も行く。ついてくんな。会議用弁当がちらっと見えた瞬間に拍手してしまい、慌てて、非常に良い意見ですね山下さんとごまかす。拍手。唐揚げ大盛り。山下すげえ。山下、まだ途中です。アンカーの篠原先輩が、イカそうめんと言いながら超遅いオリジナル A 法で戻ってきたので、ボーリングの球を落とす。わろた。ツッコミ。大怪我だろ。それにしか見えない。
俺がゴール決めたら立てるように手術するんだぞって約束した選手が開始5秒で退場になった。衝撃で立てた。増えた。よかったね。結果オーライ。それは立ってまうわ。あ、うちポニョメンキックボイオロンス教なんでって適当に断ろうとしたら、あなたもですかって、鬼の確率だった。わろた。鬼確率。鬼すぎる。どんな宗教だよ。やめたまえ、君たち亀をいじめてはいけないよ。いじめるのは己の肉体のみにしなさい。そう、私のようにね。はっはっはっは。うぜえ。なんだこいつ。暑苦しい。暑苦しいマッチョ。定期検診でガンが見つかった父の入院先を検討している中、何も知らない酔っ払った兄がリビングに入ってきた。痛い。増えた。画像が。この格好で平謝り。警察だが、港にあった車を破壊したのは君たちかね？ボーナスステージだったんで。黙秘権。いえ、ザイナ服のお姉さんが破壊していました。熊取りをした力士ではなかったでしょうか？頭が悪くアホでチビでデブで運動もできない太郎くんが放った心に響く名言。ちょうど良いハンデだ。惚れた。かっちょいい。弟子になりたい。なんか元気もらった。お客様、店舗じゃなくて、Tポイントです。確かにすぐ溜まりますし、いろんな場所で使えますけども。うまいわ。下品だけどうまい。いろんな場所。溜まる意味深。彼女の手料理がとても食えたものではないほどまずかった時の正しい対処法。食うのもったいないから飾っていい？天才。なるほど。これは使える。腐るからダメ。人類を滅ぼし、部屋を明るくして画面から離れてご覧ください。視聴するためのハードルが高すぎる。クソワロタ。腹筋つる。やりすぎじゃねえか。誰が見ねえんだよ。目的地までの料金が200円だったの280円の券を買ってしまったので、1割だけ体を外に出す。天才だわ。置いてこないと。通貨画像なに。乗り越ししろよ。俺は世界一のライフセーバーだ。前回はしくじってしまったが二度と俺の目の前で事故が起こらないとここに誓うよ。後ろ。後ろ後ろ。セーフなのか。しくじってる時点でアウト。初めての尿検査、うん、ちゃんと出したよ。でもさ。3年間運動会出場停止処分だよ。何したんだ。ドーピング。引っかかったのか。高学年から頑張れ。ほらね。直接鬼ヶ島に行って戦うより、サイバー攻撃で社会的に抹殺した方がよっぽど効率が良いんですよ。賢いな。怖いよ。頭脳派。何時代だよ。もしも江戸時代にカーナビがあったらどうなる？この先、100メートルの大名行列、図の高さにご注意ください。わろた。うまいわ。図が高い。頭の高さ。役立たずのポンコツが。おい、停止ボタンを押せ。ダメです、命令受け付けません。ギギタカシくん守る。頑張れ。いいなこれ。最終回っぽい。謎の感動。手伝いをお願いしたら、ゴロゴロするのに忙しいから無理と言われたので見に行ったら、本当に忙しそうだった。楽しそう。クレヨンしんちゃんか。うちの子たちみたい。はは、手伝え。選手は全員80歳以上シルバーワールドカップでありがちなこと。サポーターの意味が少し違っている。うまい。なるほどね。少しどころではない。サポーターじゃなくてヘルパー。桃太郎が桃から生まれる鬼退治に向かう犬、猿、キジを仲間にする。念のためセーブ、鬼を倒す。ゲームか。するする。わかる。セーブしとかないと。実話で一番衝撃的なエピソードを教えてください。献血で血を取られて貧血を起こして自分の血を輸血される。迷惑。増えた。本末転倒。出て戻っただけやん。お昼時に慌てて注文を聞きに走る先輩と、味噌汁をお椀に注ぎまくる店長と、今日吉野家に入ったばかりの新人。わろた。動けよ。バイト初日あるある。使えねえ。どんな爆破テロにも屈しない新開発のマシンがあちらですと紹介した装甲車が、ワゴン R に追突されて廃車になってた。車のチョイス。あかん。ワゴン R。ワゴン R 硬い。ねえゆか、僕と離れて寂しいかい？
寂しいかい？そら、寂しいだろ？あ、怒らないで僕も寂しかったよペロペロ。来たねえ。病気。気違いやろ。狂ってやがる。授業中に文房具を使ったかっこいいこと。3位、無限ペン回し。2位、ハサミでハエをキャッチ。1位、テストで満点。そらな。かっけえ。確かに。と正論。この藁と何かを交換しませんか？よいよ。じゃあこの金の延べ棒をあげよう、藁しべ長者感。早いわ。どこの金持ち？最初からクライマックス。作者がめんどくさがった感じか。何してる？掘られて逃げるやつ、掘った後を見るやつ、今から掘るやつ、その次掘るやつ、掘られてよかったやつ。カオス。来たねえ。見れば見るほど。どれがどれなのか。20年前にこの場所での再会を誓ったジュンが現れない。噂では大幅な肉体改造をしたとかで楽しみにしていたのだが。仲裁。後ろ後ろ。お前か。肉体改造物理。同期が、私の彼が知らない男とデートしてるわとか言ってたので交代してみたら、私の彼が知らない男とデートしてた。複雑だな。ややこしい。修羅場ですな。ぐっちゃぐちゃ。しゃっくりの止め方ランキング。1位、水を一気飲みする。2位、息を止める。145位。横隔膜を取る。すげえ。あら用事。最終手段すぎる。息できねえ。おっさん、大群、幼稚園の3つを使って文を作りなさい。幼稚園児の大群が、赤い服を着たおっさんにたかる。うまい。サンタクロース。メリークリスマス。おっさん逃げてー。一本の藁から億万長者にそれなら、出だしがこれだけあればと目論み必死に集めたが、無理。米藁だったらよかったのか？根本的に間違ってる。残念そうな表情が。そこじゃねえよ。畜生こんな時にこんな時に膝小僧が膝小僧が膝親父に、大丈夫か？暴れるのか？いいちこ飲ませるか？ダメ親父。どんなこと？余計暴れるぞ。なんでいいちこ？わかる人にはわかるあるある。漏れそうになって、慌ててトイレに入ったけどへしか出ない時がある。でも、ちょっと服。わかるわ。なんだ俺か。ありますね。動詞がいっぱい。心霊スポットでしてはいけないことベスト3。3位、面白半分で行く。2位、クラクションを3回鳴らす。1位、核実験。わろた。除霊。場所関係ねえ。どこでもダメだ。現地のガイドが10分に1回のペースで、ヒグマの気配がする。奥さんの外した手ぶらをおとりにして逃げましょうと提案してくる。嫌です。スケベー。それが目的だろ。お前がおとりになれ。一瞬すごいと思ったけどよくよく考えると当たり前なこと。俺の親父とお袋さ、実は血が繋がってないんだってさ。うまい。そりゃそうだ。なるほど。お、あ、あ。ねえ、どうして、すごくすごく好きなこと、ただ伝えたいだけなのに、ルルルルルル。教えてもらった番号にかけたのに違う人が出ちゃうんだろう。出ちゃう。騙された。あるある。これ好き。駐車するよと言われたら時速3万キロで逃走できる足早太郎さんの悩みとは？看護婦が時速5万キロで追跡してくる。面白い。上には上が。アホすぎて。ごぼう抜き。仮面ライダードMはツインテールの女の子に鼓膜が損傷するほど強くビンタされると興奮が最高潮に達し変身するのだ。ドM？ベルトの必要なし。普通に見たい。やられるほど強くなる。いで始まっていで終わる言葉。いらっしゃい、いい魚入ってるぜ、いか握りやすかい？いいよいしょ、お待ちいらない？いきー。勢い。狂った。どんな天然だよ。最後で増えた。犯人の足跡を追跡してきたらビーチで一人バーベキューして一人スイカ割りした形跡があったので気の毒になって捜査を打ち切ることにする。切ない。泣けてきた。ぼっちバーベキュー。誰か遊んであげて。孫の自由研究の手伝いを心よく引き受けたが、ハエ、ゴキブリ、セミ、カブトムシ、猫と一緒に部屋に入れられ、バルさんを焚かれた。やめえ。つぼった。こわ。サイコパスな孫。底面が円の立体は？円柱。
わよー。雪中、近くとマントルの境界は？モホロビチッチ不連続面。うますぎ。中関係ねえ。不意をつくな。最後が近いな。何？話って？え、壺を買ってほしい？これを買えば私についた悪魔を撃退できる？ふはは無駄な抵抗だ人間め。わろた。見事。マジ最高。めっちゃ出てきてる。チャーリーとチョコレート工場のタイトルを和風にしてください。自転車と黒砂糖工場。せつこそれチャーリーやない。チャリア。いや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 。和風にするにも程があるやろ。理解するまで少しかかった。実話で一番衝撃的なエピソードを教えてください。ディズニーで、老いた中と遠くの友達を呼んだら近くのチップが振り返った。中の人。やば。夢が壊れる。試してみるか。華やかな謝罪会見にしましょと言ってたボスが、挨拶がてら反省色ゼロのラップを披露し、最前列のデーモン閣下の逆鱗に触れた。いる。閣下いた。どんな状況？何このストーリー。キノコを食べると身長が伸びるの村マリオさんの悩みとは？テニスやらカートやらで、なかなか本業の配管工の仕事ができない。わろた。仕方ないね。何でもできる。今日は大乱闘か。弟が大声で泣いているその脇で僕と妹は笑いながら走り回っていた。そうしたら泣いていたはずの弟が、跡形もなく消えていた。怖え。急にホラーだな。イリュージョン。消すな消すな。葬式で遺族が激怒迷惑な参列者、不適切な服装、木曜に合わせて拍手。お経の終わりに、フルコンボだどんという。増えた。これは笑う。木曜の達人。フルコンボだどん。さては俺の親父ラスボスだな。主人公が気づいた理由とは？お袋に、あんたラスボスの自覚あんの？って怒られてた。おかん強い。おかん裏ボスか。いつもの風景。真のラスボス。鶴を助けたその夜、やってきた女を止めてやると、翌朝家財道具と共に女は消えていました。鶴かと思ったら詐欺だった。なるほど。なら仕方ない。いや泥棒やろ。カモにされたようだ。3月6日、僕は拾われた。暖かい室内に迎え入れられ、料理をご馳走になった。僕はポチさんに一生かけて恩を返すことを誓った。まさかの。お前かよ。そっちかよ。やられたー。小さい女の子が、ボロボロの人形を持って泣いています。あなたならどうしますか？とりあえず近くの人に、あの子見えますよね？と確認。それ必要。子は。確認。それ大事。たかし。新垣結衣がこの辺にガム吐き捨てたって本当か？本当です。それは伝えたくなる人生経験。必死だな。自分に正直すぎ。伝えたくなる人生経験。たかしが敬語。人が心から恋をするのはただ一度だけである。それが初恋だ。まあその時僕はお腹を壊していてね、メタンガスを出そうとしておならブリュエール。やられた。ブリュって。くだらん。多分見てたね。こんなバイオハザードは嫌だ。3位、回復がない。2位、武器が素手だけ。1位。ゾンビをやるたびに、ゾンビの過去の楽しかった記憶が流れ出す。嫌だ。やりづれよ。やる気なくすわ。めちゃ笑った。このラスボス、本当はいいやつなんじゃないか？なぜそう思った？倒した手下全員の最後のセリフが、今年もみんなでキャンプ行きたかったなぁ。重い。戦いづら。絶対いいやつ。ホワイトやなぁ。ラシャベア女子シェフェム新ムー。好きな AV 女優の話題で盛り上がってたら、いつもおとなしかった留学生のチャパダくんが自国ナンバーワンの女優名を言ってきた。くそ。チャパダ。名前がずるい。ラムデイヤン。女子トイレの一番奥の個室を3回叩くと花子さんが来る。では、5回叩くとどうなる？ 3 回目で現れた花子さんを、2回叩くことになる。わろた。撃退。確かにな。なるほど。こんな飲食店の頑固親父は嫌だ。客を、お前と呼ぶ？残すと怒る。出入り禁止だと言って客を店から出さない。出してください。さ
あ食え、どんどん食え。なんで入れたんだ？せめて入店だけにしてくれよ。イエス・キリストは茨の冠を被せられ、十字架にかけられてもなお諦めず、最後の力を振り絞りこう言い切った。刺激が足りない。ド M だな。ド M の鏡。そういう趣味だったのか。ご褒美だったのか。この戦争が終わったら結婚する。田んぼの様子を見に行ってくるに続く新たな死亡フラグを立ててください。近いうちにまとまった金が入る。笑った。秀逸。サスペンスの香り。生き残れば完璧ですな。10人に1人くらいは伝わるあるあるを教えてください。正解の確信を持って手を挙げたが、他の人が当てられ実は自分の答えが違っており命拾いした。ある。爆笑。めっちゃあるわ。その後心臓バクバク。考えるな。今立っちゃったら周りの人にバレる。社会的地位も失われる。考えるな。考えるな。お、あの太ももエロ。しょうがない。本能には勝てぬ。諦めろ。バッキバキに立つ。宿題やったの？やりたくない、めんどくさいし、やんなきゃ先生に怒られるでしょ。家族みんなの血液型を調べるんだって。宿題、絶対やっちゃダメ。うまいな。かわいそす。衝撃の事実。複雑なのね。やたらと人に弱みをさらけ出す人間のことを、私は躊躇なく。ジャーマンスープレックス。三島由紀夫不道徳教育講座。三島先生そこまで尖ってましたっけ？腹切るよりマシ。背中がガラ空きだぜ。鬼か？我々は、他人が幸福でないのを当たり前だと考え、自分自身が幸福でないことには、いつも納得がいかない。ちょっと待って、2回ほどくしゃみでそう、エッシェンバッハ。バッハ。2回目。これはずるい。エッシェンバッハ。親孝行ってお父さんやお母さんのお手伝いをすることなのかな。一番何をすれば喜ぶだろう。そっと聞いてみた。一番いい親孝行は、夜早く寝ることなんだって。あ、そうだぞ。結局ね。ベストアンサー。4人合わせてテストを渡ーず、お先真っ暗ブラック、全科目赤点レッド、顔面蒼白ブルー、答案真っ白ホワイト。来週は追試のため救済です。かわいい。追試はロタ。俺はブルー。ポーズ決めてる場合じゃねえ。一番マジかよ。って知識書いたやつが優勝。ハバネロと、年金と、熟死。一見何の関係もない言葉だが連続して読むとある漫画タイトルが浮かぶ。すげえ。笑った。ガチで笑った。知識じゃねえ。カーナビが絶対に言ってはいけないこと。1位、その案内はしたくないです。2位、今過ぎた道を右です。3位。助手席の女性が昨日と違いますね。あかん。修羅場。きついだろこれは。大丈夫、おかんやから。寿司職人の気まぐれ回転寿司レベル20、回転スピードが不規則にレベル50、逆回転で回り始めるレベル99。職人自らレーンに座って、握りながらお客さんに提供。カオス。いいね。人件費やばそう。どないやねん。ちょっと急いで来てくれ、バカな子供が腕を自分の口の中に突っ込んで抜けなくなってしまったんだ。うち、大工なんですけど、医者に行った方がいいんじゃないですか？手抜き工事は得意だろう？うまい。落語みたい。秀逸。座布団3枚。A 型の人と B 型の人が仲良くなる方法。俺は A 型、妻は B 型。うまくやってるぜ。料理や掃除も俺がかなりやるし、犬の散歩やシャンプーも俺だぜ。腹立ってきた。あ、なんかいいな。大変ですね。自分で言ってるやないかい。昔話を話の途中で強引に終わらせてください。トントン、誰だい？昨日助けていただいた鶴です。そう言うと鶴は元気に飛び去っていきましたとさ。めでたしめでたし。バリはロタ。飛び去った。報告だけっす。何しに来た？熱中症の予防法4か条、こまめに水分補給する。性別と服装が変わるまで寝る。外では帽子をかぶり、直射日光を避ける。室内ではエアコンや、扇風機を上手に使う。わろた。来世。何の効果だよ。なんで変わるの？背中合わせでのしゃがみ跳躍。
最初はゆっくりと立ったり座ったりする。慣れてきたらその場でしゃがんだ状態で跳躍。さらに飛びながら一周。最後には、完全に一体化。この世の全てを破壊する怪物とかす。笑った。謎。どんな合体だよ。一体化すんな。皆さんは家で親をお手伝いしたことがありますか？はい、先生。僕は屋根の上でお父さんが作業している時に、はしごを外してあげました。まあ、それはお手伝いじゃなくていたずらじゃない。いえ、お母さんのお手伝いです。お母さん。お父さん。お母さん怖すぎ。母のために。ぐへへ。はるか。いいだろ？やめて。誰か。助けてー。はっはっはっ叫んだって誰も来ないぜ。やめろー。か、かずや？な。なぜ？どうしてここがわかった？ぐへへたけるいいだろ？マジかよ。マジかよ。いいけど。修羅場だ。はるかもはやかやの外。戦隊ヒーロー100人に聞きました最近の悩みは？怪人が強すぎる36人。中身も見てほしい25人。変身が長い19人。スーツがダサい12人。別の色が良かった7人。もう暴力で解決したくない一人。平和的にね。戦隊ものなので。もうちょいいると思った。一人しかいねえのか。崖ドン。あかんやつや。その通り。船越さん出番です。船越、呼びましたか？玉手箱を受け取った瞬間開けるかね。もう言うな乙姫。道連れ。巻き添え。センスあるな。巻き添え食らった。ベッドとベッドの違いを教えてください。金をかけて夢を見るか、布団をかけて夢を見るか。うまい。良いね。順番が。順番が惜しい。じゃかましいわ。髪の声を聞き流した乙女。わろた。聞き流し。じゃかましい。右から左へ。あなた。カビルンルンでしょ。許せないわ。バレたか。バタコさん。許せないわ。カビルンルン。変異株。我が輩。カッカ。ちょっとかわいい。実に秀逸。食事中のスマホはやめなさい。だって今この株売らないと損するんだよもん。やってるだよもん。あのな、狙ったのか。関取は仲間を呼んだ。やべえって。クソワロタ。払いたい。野生の相撲取りか。名作を複数組み合わせて名作にしてください。風の谷の崖の上。一体感。ここどこ。ワロタ。結局どこだよ。楽しかったー。運動会、運動会。絶対噛まないと決めた修学旅行、修学旅行。やめー。はい、早速。一度馬顔。これはうまい。あ、二カメか。これはうまい。首だけ。うふってなった。シンプルで好き。人気ゲームのタイトルを少し変えて、圧倒的なダサく感を出してください。オカマたちの夜。カオス。声出た。想像つかねえ。ちょっとやってみたいわ。お前亀に負けたって。ひでえ。鬼畜。ブラックだな。ひどくて草。観客を煽ってエビとかカニとか叫ばせてたら、甲殻類アレルギーの対戦相手がかゆみで繊維喪失した。発想。先制攻撃。めっちゃ面白い。エビカニエビカニ。ほう。鼻がかゆい。余裕やな。そっちかよ。つらい。そっちかい。なれなれしく俺に触るんじゃねえ。くーん。かわいい。ギャップ。テンポいいな。画像がウケるわ。ダイソンに座れそうになってる力士と耐える力士。ウケる。やばい。一体何が起きた。ダイソン強え。火事だー。叫びながら走ってきた人がこけた。うまい。頭打ったな。一回転したのか。見事なこけっぷり。耐えろ、閉店まであと少しだ。耐えて。わろた。喋ってる。ものすごい応援されてる感。ねえねえ、さよならエラーってどんな気持ち？ひでえ。まさに鬼畜。最高やろう。どう？どう？今どんな気持ち？金玉触るんじゃねえよ。勢い。そりゃ怒るわ。普通に増えた。サンタさんおこ。お前は予算ギリギリで作られた怪獣だというウルトラマンの精神的攻撃に必死に耐える。受ける。やめろや。聞きたくない。表情やめろ。さよならパトラッシュ迎えが来たみたいだ。いかつい。天使って。わろた。パトラッシュごっついな。
昔、無理して高い歯を出そうとして息絶えた父に捧ぐ。ワロタ。ファロタ。右上の顔。歯で絶命。電車を待っていたら何者かに押された。耐えた。シュール。耐えた。あっぶねえ。誰だよ。バイト募集中、仕事内容、ひよこ選別、時給、5000円。親鳥の攻撃に耐えながらの作業になります。増えた。親同伴。閉じ込めとけよ。うちの子に近づくな。尻尾触るのは良いけど持ち上げて拷問みんなや。ごめんなさい。みるみる。怒ってるよ。匂いも嗅ぎます。芝のチクチクで高い。弱。雑魚すぎ。そんなバカな。超巨弱体質。高い高いの途中で知り合いに会った。あぶね。捨てた。もはや飛んでる。放置。やめろ、そっちも3分しか耐えれないんだ。はや。くだらねえ。下ネタかよ。やめなさい。奥を見てみんな、こんなもんじゃないぜ。どやー。ふてぶてしい。なぜ偉そう。右反省しろや。所長の話が長いのでみんなで黙らせる。やめんか。全員真顔。数が多すぎ。団結してますねー。やってみんな、やるんかい。やられたね。第二形態やな。甘く見すぎてたな。はよ拭いてあげて。海なう。わろた。シンプル。いやわかる。竜宮城ついたお。現場に駆けつけた5人のうち4人。ガンダム。受けた。つえー。心強いな。あとの一人は何者や。このジジイ、かなりヤバい。マミムネも？違うわ。ヤバいな。言いづらい。かなりヤバい。一斉に無視。やだ。辛い。避けられてる。やめたって。不良たちが公園でたむろしていると通報があったが、悪い子たちじゃなさそうで気が引ける。楽しそう。健全だろ。遊んでるね。悪い子じゃなさそう。胸が苦しい。もしかしてこれがドスコイ？笑った。吹いた。ドスコイ？やかましいわ。UFO キャッチャーがなかなか頼もしい。頼もしい。強すぎるだろ。これは取れるぞ。利益でねえな。ダイヤモンド不愉快。爆笑した。不愉快。そうだけども。確かに不愉快。お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけしております。新宿駅におきまして8時15分頃発生した人身事故による大幅なダイヤの乱れは心の乱れ、心の乱れは家庭の乱れ、家庭の乱れは社会の乱れ、社会の乱れは国の乱れ、国の乱れは宇宙の乱れ。なげえ。次郎？壮大すぎる。人身事故は宇宙をもみ出す。言えないよな。ただの給食係だ、なんて。わろた。怖いわ。なぜそうなった。オペする気満々やないか。ボキ、やべ。笑った。おい。戻した。やべっちゃないだろ。ルカはゴリ爆笑。ノールック。あのシーン。なしてそんなことすっぺさ。オラが田舎もんだからっていじめるのなんて呼ぶね。方言面白い。くそ、わろた。なまりすぎや。気難しくて冷淡で自己中心的なクソ野郎だ。転校生を紹介する前に担任がぐんぐん株を下げてくる。株？これはウケる。入りづれ。クソ野郎。氷菓子と氷菓子の違い。ガリガリ君か牛島君。うまい。納得。それな。答え出たね。田中から借りた AV が序盤からヤバい匂いしかしない。それな。ヤバいヤバい。もうそれにしか見えない。どんな内容だよ。二人が六。伝説を継ぐもの。いいね。どんなんだよ。伝説を継ぐもの。こんな伝説継ぐな。ヒット殺し、ヒット殺し。わろた。うめえ。手拍子。ノリがやばい。帰宅部なんですが、なんとしても全国大会に行きたいです。先輩方アドバイスをください。行きたがるのは二流、本物は帰りたがる。名言やわ。重みがあるわ。すげえ説得力。確かにそうだな。畜生どうなってやがる作戦が筒抜けだ。この中に札のない通者がいるとしか思えない。いた。ポリス。泣いて。背中背中。引率のくせに移りたがる先生。わかる。いるいる。これはやばい。ノリノリだな。おい、夏の終わりに人の抜け殻を見つけた。ホラーかな。似てる。力尽きたのか。
抜け殻意味深。化け物めこれでも食らいやがれ。増えた。顔とセリフが。やる気満々の顔である。何してんだバカ野郎。てめえハンドルとか前輪とかいろいろ返しやがれ。わろた。腹筋死んだ。爆笑。自転車だったか。工作大好きおじさん。正解。大体合ってる。ワクワクさん。間違っちゃいない。もしかして自分だけ？って思うあるある。USB に挿すとき1回目失敗して逆にして挿そうとするけど入らず結局1回目の向きが正解だった。ある。これはわかるー。さっきあったわ。めっちゃ共感。パン買ってきてって言ったのよ。パンク化してきてどうするのよ。うるせえ。長生きしやがれババア。いいやつか。最高にいい。すげえ良い。くっそかわいい。イエーイ。スネークが突発的に叫び出すという最高難易度。無理ゲー。わろた。加工がひどい。もはやスネークではない。10人に1人くらうは伝わるあるあるを教えてください。ムンクの叫びをムンクの叫びだと思っていた。確かに。わかる。そうなの？違うんだ。貴様も調査兵団か？増えた。わろた。兵長。イケメン金太郎。こんなの誰も使わない百均の便利グッズ。切れ味抜群洗濯バサミ。意味ねえ。ビッビビリ。もはやハサミだろ。びっくりするほどいらない。そして狼にとどめを刺す四男。怖い。わろた。画像なんやねん。真打ち登場。叩いてかぶってじゃんけん大会。第14回大会優勝。十字架サム。叩けよ。十かよ。ルールねえのか。もはや、関係ない。かなりの寒がり。暖かい。焚いて。焼かれるぞ。火力が弱いわよ。目が覚めましたか。始めますね。なんでだよ。ダメだよ。鬼か。いやいやいや。市場の競りがサビに入った。発想。これ好き。これは秀逸。むしろ聞いてみたい。ランナーと審判がカモメの霊に憑依される中、黙々と湯切りを続ける元ラーメン職人のショート。カオス。湯切り？役わかんねえ。どういうことだよ。はっはっは、さらばだってかっこよく去ろうとしたら、ジェット噴射を逆につけてた。ハッツ。かっこ悪。膝で耐えてる。くっそわろた。こんな飲食店は嫌だ。最近手を洗い始めました。最悪。ごめんだ。やばいから。汚ねえ。微分がわからん。微分は積分の逆だ。積分わかんねえよ。真剣ゼミの前振りが荒い。増えた。わろた。ワイルド。見てみたい。何もすることがないので尻を触る。おい。顔が。なんてやねん。しれっとね。もうすぐ高い五輪中。ポジティブ。払いたい。集中戦やめろ。なんか楽しそうだな。って、貸すよ。ありがとう。かわいい。気が当たってる。手を貸してほしい。寝かせねえよ。わろた。やめてやれ。寝かせろよ。寝れなくなってきました。に、逃げろ俺の体が、博士太郎に乗っ取られる前にてってって入れてってってって入れてってって。手をくれ。博士。シュール。乗っ取ってどうすんのこれ。行かせはしない。私と出くわしたのが運の月。何歳だよ。怖すぎ。せ謎のつわもの感。募金の時に放つとかっこいいセリフ。3位、財布ごと入れちまうか。2位、箱がちっちゃいよ。1位。ちまちま集めるなよ、貸せそう言うと、募金箱を取り上げ、俺に任せな増やしてやると言って競馬場へと入っていった。やめろ。不安だな。なんてやつだ。アホの発想。どっちが家事するか早打ちで決めることにしたけど結局勝った方がしなければいけないことに気づく。わろた。勝負すんな。膠着状態。いい歳して何やってんの。一人だけ、家事だと聞かされてきた消防隊員。泣くな。かわいそ。そりゃ泣くわ。いじめちゃうか。あなたの風はどこから？俺は肩から。肩かよ。来るか。それ風じゃねえ。厄介な風だな。100円の価値もないお父さん。100円。ひどいよ。ひどい言われようでくさ。どんな父親なのか。たかし、お前が部屋に引きこもってゲームをしているとき、アフリカの子供たちはどうしていると思う？お前の価値観で勝手に貧富を決めんなよ。
あの人たちはあの人なりに普通に生活してんだよ。それな。と正論。いや笑った。それなと言いたくなる。若き子。つぼ。増えた。笑える。予想の斜め上すぎる。じゃんけん大会、決勝まで勝ち上がってきた相手を見て、本当にグーで勝てるのかパニックになった。怖いな。爆笑だわ。オーラがすごい。納得です。もうマサラタウンを出て30年ですからね。次こそ勝ちたいです。サトシ？老けすぎ。もうやめたれ。リアルすぎ。V 型8気筒エンジン。V8 って。笑った。乗りたくねえ。冷却水多すぎ。宮川大輔アローラの姿。増えた。くっそ。すっげえわかる。南国感あるわ。ぶどう狩り、みかん狩り。目立ちたがり。一本。うまい。小学生か。育ち盛りだな。本当に崖から落とすなんてバカじゃないの？ごめんって。言ってそう。すごい怒られてる感。これは言ってるな。コミカルなおじさん。わろた。シュール。あら素敵。ぷぷってなった。未だに許せないこと。カビキラーの容器にカビが生えていたこと。なんだそや。掃除しろよ。容器は関係ないっつーの。はずれ。大学の合否判定が軽すぎる。わろた。吹っ切れそう。次行けそう。ハズレはおかしいやろ。亀をいじめるのをやめなさい。やだよ、バーカ。いじめるなら私の亀をいじめなさい。すいません、帰ります。下ネタかよ。カオス。出すな。とりあえず服着ろ。おいらは既婚者だぜ。間違えて借りてきた、既婚者トーマスがそれはそれはつまらなそう。まぬけ。それはそれは。逆に見たいわ。ツボにはまりそう。心をなくすと書いて、棒、みたいなことを教えてください。信者と書いても受かる。納得した。うまい。信者。なるほどなるほど。おでこかゆい。耐えるんだ。切ない。書けない。むっちゃ我慢してそう。エアマックス狩りにあって約20年。もみじ狩りでようやく俺も狩られる側から狩る側かと黄昏れた帰り道で親父狩りに会う。すげえ。発想。波乱万丈。センスありすぎ。崖の上船越英一郎じゃね？ロケ地かぶりましたね。笑った。笑った。強く良い。まさかの崖かぶり。露天風呂。露天風呂ブロブロロロロ。くそ。なんだこれ。これはずるい。中身がなんもない。松本、アウト、浜田もはロテたやん。似てる。おもろ。そっくりさん。めっちゃ言ってそう。面接にて、あなたの趣味は何ですか？株ですね。御社の株の 74% ほどを所有しております。合格。オーナー。大株主。筆頭株主やん。乗っ取ってやがる。せっかく貞子さんが女友達を集めてくれたんだから恥ずかしがらずにもっと自分を出していった方が良いと思うよ。シュール。いいやつ。なんかなゴム。どんなコミュニティ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。